桃川子の勝手に占いましたです今回のテーマは川口春奈さんと八木祐介さんの相性です交際報道が出ました女優さんと格闘家のカップルです相性と生命判断からうまくやっていくコツを学んでいきましょう相性は今一歩ですが心がけ一つでうまくやっていくことはできますまずは川口春奈さん 才能があるのに認められにくい傾向があります。立ち回りがうまくないんですね。まっすぐで裏表が少ない方です。裏を返すと人に取り入ったりするのがあまり上手くなく、そういうのが上手い人にしてやられて悔しい思いをすることはないでしょうか。まあどちらがいいのかわからないですが、大きな成功を手にしようと思ったら、いい意味での人たらし的な要素があった方が大女優に上り詰めやすいです。それができない不器用でナチュラルなところが、 川口さんの愛されるところでもあるのかなと思います。お相手の八地さん、5歳年上の総合格闘家でいらっしゃいます。やりたいことのイメージや考えをしっかりお持ちの方が多いお名前ですので、いろいろ意見をせず、温かく見守ってあげられる方がいます。お二人とも寂しがりな一面があるのですが、ずっと一緒にいると息苦しくなって、関係に亀裂が入る可能性があります。精神的に自立しているカップルの場合は、 お互いの仕事や生活のペースを保った上で、あまり一緒にいすぎない方がうまくいきます。今回のテーマはこれまで。次回もお楽しみください。